コンチューブ部長マイコロです。シャキー、はい、今日はですね、盗覧注意だっけ、閲覧注意。私自分の自宅で100匹ぐらいのゴキブリを飼って生活してるんですけど、まあそれを、ま、私が食べたり飼っている爬虫類が食べたりしてます。そのゴキブリちゃんたちを今日はちょっとお部屋が汚れてきちゃったので、今から綺麗なお部屋に変えたいと思います。早速いっちゃいましょうか。私が飼っているゴキブリこちら、じゃじゃーん、見えますか。じゃーん、はい、こちらがデュビアと呼ばれるゴキブリです。はい、こちら100匹ぐらいかな、だいたいいますけど、この子たちを私の飼っている爬虫類ちゃんたちが食べますね。アルゼンチンフォレストコックローチと言うんですけど、まあ通常皆さんデュビアっていう言い方をしますね。見てください、この丸いコロッとしたのがメスです。羽が生えてないのですごく可愛らしくて、動きも遅いので餌とかによく使われていますね。で、いるかな、あ、いた、真ん中のこれです、この子。逃げちゃう逃げちゃう、この子ほら、この子羽が生えてる、よく見るゴキブリみたいな形をしてますね。この子はオスになります。はい、それではやっていきましょう。デュビアちゃんなんですけど、この子たちは飛ぶことがないですよ。羽が生えてなくて飛ぶことができないって言われてるんですけど、稀に飛ぶことがあります。なので私はこうやって蓋を閉めて育ててるんですけど、まあ、高いところを登ったりツルツルしたところを登ったりとかできないような子なので、こういったプラスチックケース、結構高さがあるプラスチックケースの中だったら蓋をしなくても育てることができると思います。私が今回、まあ、このようになんかお弁当箱みたいな感じでマルチケースっていうこういうので育てている理由は、まあ100匹ぐらいいますが、ゴキブリは加熱した場所に入れて育てた方が繁殖率が上がるっていうのを聞いたことがあるので、私は結構この小さめのプラスチックケースの中で育てています。ツルツルしたところ登れないんで、私の場合はこんな感じで、まあ、キッチンペーパーを使って、トゥ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 ン、じゃん、こんな感じで、はい、滑り止めを作ってきます。はい、入りました。これを今から敷き詰めた中に、このよく見たことはないよね、段ボールでできたこんな感じの卵ケースです。卵ケース、これね、爬虫類ショップとか虫屋さんとか行くと結構売ってたりとかするから買ってみてください。これ結構みんな使ってます。これを敷き詰めていくんですけど、狭い場所とか隅っこがすごく大好きだから、ゴキブリちゃんの隠れるスペースとしてこの子をちょっと使ってあげます。卵パックを重ならないように入れていきます。ボコをボコに合わせるとボコボコになって重なっちゃうので、ボコはデコと合わせてください。こんな感じです。ここに空間ができて、この空間にゴキブリちゃんたちがたまるですよ。ボコとデコ、デコと空間が出来上がりました。今水入れですけど、ここに餌を入れたりお水を入れたりしていきます。チャンチャラチャンチャンチャン、出来上がりました。ここは居住スペースになります。ワンルームです。早速、ゴキブリちゃんを投入していきましょう。はい、ということでこのゴキブリたちを今から、こちらの飼育ケースに入れていきたいと思います。せーの、うわー、ということでこのように新しいお部屋に投入しました。この子たちをまた大きく育てていけるように頑張ります。かわいい。マイコロのおすすめ動画はこちら。